ポニーテールした時にこんな感じで毛先が広がったりとかしませんか？そんな時に使えるヘアアレンジテクニックです。皆さんこんにちは、渡辺です。今回はこうポニーテールした時にこんな感じでね、毛先が広がっちゃう方っていらっしゃるかなと思うんですけど、そんな時に使えるヘアアレンジテクニックをご紹介します。この方法ってこうポニーテールしててここから綺麗にまとめるんですけど、結構海外で話題のヘアアレンジで、ちょっとだけテクニックはいるんですけど、もう覚えちゃってもうできるようになったら綺麗にお団子ができます。なのでね、まあこれからの季節、まあ梅雨だったりとかで湿気で広がったりとか、急にこうまとめたいっていう時ってあるかなと思うんですけど、そんな時に使えるテクニックですので、ぜひね、何回も見てね、練習していただくと結構簡単にできるかなと思いますので、ぜひ皆さん、よかったら参考にしてみてください。それでは早速動画をどうぞ。じゃあこのポニーテールしてる状態から始めていきます。で、ちょっとね、ゴムの部分を少し緩めた状態でポニーテールして、もう一回転だけさせて、小さいお団子を作ります。で、毛先の余った部分を、このゴムを隠すように、ちょっとねじりながら巻きつけていきます。こんな感じで。毛先がこっちにあるような状態。大体の方って毛先が少し余ってるかなと思うので。で、巻きつけたら、次にこのゴムがあると思うんですけど、このゴムを一回転だけさせて、この毛先の部分をゴムの部分に挟んで折るような感じに、こういうふうに巻きつけていく。そうするとちょっと形を整えていくと綺麗なお団子にまとまります。あとはね、毛羽立ちだったりとかを押さえて形を整えたら、こんな感じで完成です。はい、ということでこんな感じでご紹介させていただきました。ちょっとだけテクニックはいるんですけど、ゴムのね、回転させて毛先をこう最後ゴムに挟んで下でまとめる。まあそこがちょっとだけ難しいかもしれないですけど、慣れちゃえば結構簡単にできます。なのでまあポニーテールしててね、ちょっと毛先が広がったりとか、なんかパサついてきたなっていう時に、そのポニーテールの状態からすぐできるアレンジになりますので、ぜひ皆さんやってみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。